平安時代って何があった？都の遷都。平安時代は桓武天皇によって都が平安京、現在の京都に移された時代です。これにより奈良時代から続いた平城京の時代が終わり、新しい都が築かれました。貴族文化の栄え。平安時代は貴族社会が栄え、宮廷文化が発展しました。歌や舞、詩文楽などが隆盛を迎え、多くの文楽作品が生まれました。また平安時代の初めには仮名遣いが発展し、日本独自の文化が形成されました。平安時代の流れ。平安時代初期の政治体制。平安時代初期は平安時代前期と呼ばれ、朝廷の政治は摂関政治と呼ばれる制度が確立されました。摂関は藤原氏や平氏などの有力貴族が天皇の補佐役として実権を握りました。平安中期の変遷。平安時代中期になると摂関政治が次第に弱まり、武士の力が強まっていきます。この時期には武士や源氏、平氏といった豪族たちの対立や合戦が頻発しました。平安時代末期の動乱。平安時代末期は自称寿永の乱、源平合戦や承久の乱といった動乱が起き、これが鎌倉時代へとつながります。特に源義経や源頼朝、平家一門といった武士が歴史の舞台に登場し、平安時代の終焉を告げました。平安京って何？平安京は日本の都市で、平安時代に現在の京都府京都市に築かれた都です。平安京は桓武天皇によって都が平城京から遷都され、首都としての機能を果たしました。平安京の建設は794年に始まり、翌年に桓武天皇が遷都しました。都市の設定は中国の長安を参考にし、格子状の道路や宮殿、寺院、神田などが整備されました。平安京は広大な敷地を持ち、宮廷文化や貴族社会が栄えました。平安京は政治、経済、文化の中心地として栄え、多くの文学作品や和歌が生まれました。また平安時代中期には平等院、鳳凰堂や清水寺など美しい寺院や建築物が建てられました。平安京はその後も長い間日本の首都として機能し、鎌倉時代に鎌倉へ遷都されるまでの約400年間歴史の舞台でした。桓武天皇って誰？桓武天皇は日本の第50代天皇で、平安時代の初めに在位した天皇です。806年から809年までの在位期間が記録されています。彼は当初は伝統的な中央集権的な体制に異を唱え、曹操期の平安時代の動乱期に登場しました。桓武天皇は大法律令を緩和し、貴族社会の再編成や新しい政治制度の試みを行いました。また都を平安京に遷都する計画を進め、これが後に平安京の建設につながります。桓武天皇の治世は短いものでしたが、彼の提唱した改革や政策が平安時代の基盤を築く上で影響を与えました。その後の時代において平安京は日本の中央政府や文化の中心となり、桓武天皇の時代はその先駆けとなります。坂の上の田村麻呂って誰？坂の上の田村麻呂は武将、漢人で多くの文功を挙げたことで知られています。彼は遣唐使の一員として唐、中国に派遣され、留学生として唐で学びました。帰国後、陸奥の国、現在の福島県を拠点とし、東北地方での開発や蝦夷地、東北地方や北海道一帯への遠征に従事しました。これにより蝦夷地においてはその勢力を拡大し、日本の北方を安定させる一助となりました。また鎮守府の設置や防備強化、開発政策などにも取り組んでおり、地方統治の面でも功績を挙げました。坂の上の田村麻呂は多彩な活動を通じて、日本の東北地方や北方地域における安定化や開発に寄与し、その武勇と政治手腕によって名を馳せました。摂関政治って何？摂関政治は平安時代中期から後期にかけて、藤原氏、摂政と関白を輩出する家が政治の中心となり、朝廷の実権を掌握する政治体制です。この時代天皇は名目上の最高権力者であったが、実際の政治の運営は摂関家やそれに仕える貴族たちによって行われました。藤原氏は摂政と関白の2つの要職を兼ね、天皇の補佐役として実権を握りました。彼らは親王や王子たちの後見人としても活動し、政治、文治、経済の中心となりました。平安時代の文化ってどんな？平安時代の文化は貴族社会によって築かれた独自の特徴を持っています。赤、貴族たちによる歌の表現が盛んになり、和歌が重要な文学形式として発展しました。歌合わせや高いでの競技が行われ、歌人たちは芸術的な才能を競い合いました。漢詩、中国から導入された漢詩も重要視され、貴族や公家が漢詩の作成に携わりました。漢詩は知識人の間で高く評価され、国文学の一環として栄えました。語り部と語り物、物語や伝承が交渉文学として伝えられました。仏教美術、仏教の影響を受けた美術も反映し、寺院や仏像、仏画が作られました。これらは宗教的な側面とともに芸術の一環として発展しました。平安時代の文化ってどんな？平安時代の文化には国風文化と呼ばれる時代もありました。国風文化は
日本独自の伝統文化や風習を指す言葉です。物語文学。平安時代には神奈川女性たちの間で広まり、物語文学が栄え、竹取の物語や源氏物語などが生まれました。これらの物語は後の時代にも影響を与え、日本文学の基盤を築きました。能楽。能は狂言や舞、雅楽などを組み合わせた総合的な舞台芸術です。源平合戦や古典の物語を元にした能は貴族社会から武士層にも広がりました。平安装束。平安時代の貴族たちは独自の装束を着用し、それが国風のファッションとなりました。これは後の時代にも影響を与え、着物文化の原点となりました。1分でわかる枕草子。枕草子は平安時代初期の女流作家清少納言によって書かれた随筆です。清少納言が宮廷での生活や身の回りのこと、自然や人間の感情などについて綴った一種の日記的な作品です。作中では季節感や風物詩、人間関係、感情などが繊細に描かれ、日本文学の傑作とされています。枕草子の題名は、夢枕に藁を敷いてくたびれれば枕となる、無限の中で思索することができるという意味合いが込められています。この表現は、夢を見るときに頭に藁を敷いて横になり、夢の中でくたびれればその藁が枕になるという状況を指しています。清少納言がこの題名を選んだ背景には、夢や幻想の中で感じた思索や感情を織り交ぜて自由な発想を綴りたいという彼女の意図が反映されています。題名自体が作品のテーマ性や清少納言の文学的な思考を象徴的に表しています。1分でわかる竹取の物語。物語の中心となるのは、竹の中から生まれた美しい女性かぐや姫の物語です。かぐや姫の誕生。竹の中から生まれた不思議な美女かぐや姫が竹取の翁によって発見されます。成長する速さや美しさから、彼女は異界の存在であることが示唆されます。5人の求婚者。かぐや姫は5人の求婚者に求められますが、彼女は様々な難題を出して結婚を避けようとします。これらの難題は彼女のこと界への帰還を意味していると考えられます。かぐや姫の本当の姿。物語の結末で、かぐや姫は月の使者であることが判明します。彼女は月に帰ることを余儀なくされ、地上の人々との別れを迎えます。竹取の物語は日本最古の物語文学の一つであり、知的で幻想的な要素を含みながらも、人間の哀愁や生と死についても深く描かれています。平安時代の有名建築物。清水寺。清水寺は平安時代初期に778年に白河天皇の勅願により建立された寺院の一つで、ユネスコの世界文化遺産に登録されてます。特に有名なのは、高さ約13メートルの清水の舞台。この舞台からの眺めは四季折々の京都の風景を楽しむことができます。本堂や多くの堂塔があり、歴史と風光明媚な景観が融合しています。中尊寺金色堂。中尊寺は平安時代初期に奥州藤原氏によって建立された寺院で、世界遺産に登録されています。特に有名なのが金色堂で、この堂は純金で覆われており、贅沢な彩りが目を引きます。これは平安時代の豪族である藤原の清平が亡き父の菩提を弔うために建立されました。平等院鳳凰堂。平等院鳳凰堂は平安時代末期に建立された浄土宗の寺院で、世界文化遺産にも登録されています。最も有名なのは鳳凰堂と呼ばれる中央の堂で、外観が飛翔する鳳凰のように見えることからその名があります。建物や庭園は平安時代の美意識を感じさせる格式高いものです。平安時代に武士はいたの。平安時代初期においては、武士の中には豪族や貴族の出身者が多く、弓や槍などを使っていました。しかし、時が経つにつれて、土着の武士も登場し、鎧や刀剣も重要な武装となりました。武士の主な役割は武力行使であり、戦場での武功が重要視されました。また、平安時代中期から後期にかけて、武士は地方支配や荘園経営なども行い、社会的、経済的な地位を築くようになりました。彼らは、武芸に加えて漢文学や詩歌などの文学的な教養も身につけ、文武両道を重視しました。平安時代後期になると、これは武士に求められる道徳的な行動規範であり、忠義、誠実、礼儀などが重要視され、武士道が形成されました。院政って何。当時の天皇であった白河天皇は14年間在位した後、幼少の天皇に皇位を譲り、白河上皇として政治を行いました。摂関政治と同様、天皇の後ろ盾となって行う政治のことですが、摂関政治は天皇の母方が政治の実権を握ったのに対し、院政は父や祖父が政治を行いました。院政は鎌倉時代が始まるまでの約100年間続いたと言われています。平安時代から鎌倉時代へ。平治の乱。平治の乱は平安時代末期に発生した武士団や対立する貴族勢力の間の武力衝突です。この乱は平清盛率いる平家とその対抗勢力である源氏との対立に端を発しました。平治の乱の原因は、平清盛が武士として出世し、その権力が急速に拡大したことにあります。彼は朝廷や他の武士団との対立を招き、治承元年になると、京
京都での対立が頂点に達しました。1160年に平家が勝利します。その後も戦闘は続きましたが、平家が優位に立ち、最終的に源氏はほとんど壊滅しました。平治の乱は、平家の力が一層強まり、後の平氏政権の確立につながりました。この後、平清盛は摂津国に鎌倉時代の前段階ともいえる、平氏政権を確立します。しかし、その後も平家と源氏の対立が続き、最終的には源頼朝が鎌倉幕府を起こすことになります。いいね。コメントお願いいたします。